ップ、まあ、拓也はある意味今日はキープレイヤーになります。外側から歩むカットイン。ただ沖縄大学のプレスがきついんでボールが戻りました。ヤクソの小さなパスです。そしてシンプルに裏、これは泉川が抜けた。チャンス沖縄大学、ゴール前池江が入った。大丈夫だ、どうしたウィナーズ、1点ビハインド。ここ今入りのところだからやっぱりターゲットしっかり明確するけど、やっぱ前向き、ここで全体が近寄ってジャイアント和樹が熱弁を振るっております。ばらけないばらけないばらけない、いきなり正念場を迎えましたウィナーズ。高野パスです。左のウィングの位置から歩が来る。梅ちゃんが内側を上がってきた。歩カットインから打ってきた。スーパーゴール。いやでもあれぐらいやっぱ一人そういうやつおらんってやっぱチームしかないよ。なんかその後気に入った時に、今日違うなと思ったもん。なんかいやでもアイムを決めてくるあたりもあいつなかなかよな。いやそうだね、あのあそこでようシュートだな。やっぱあいつはメンタル的に多分気にしないタイプだから、アイムをしよう。それがやっぱつながるいいところだ。